前回、ダイソーグライダーをラジコンにした、ものを作った時にですね、モーターが先端についてるという形で作りました。でこれだとですね、着陸といってもほとんど墜落ですけどこう墜落した時にですね、このモーターに砂が入ってしまってモーターがダメになってしまうということが結構ありました。で、前回この穴を全部蓋してみたらですね、モーターが加熱して、今度はその加熱によるモーターがダメになってしまったというのがあってですね、今回そこでですねもう一機作ってみました。今度はですねモーターが後ろについているという、これならですね、いくら墜落してもこの砂は入らないので大丈夫かなということで、後ろにモーターがついているパターンのものを作ってみました。ただし非常にですね重心位置が、もともとこのテールヘビー後ろのが重いこの機体ですので、後ろにこのモーターをつけると余計後ろが重くなってですね、重心位置を合わせるのに相当前に、重りを積まないといけないと。で最初そのバッテリー、大きなバッテリーをつければいいかなと思ったんですが、それもなかなかうまくいかなくてですね、最終的にはこの、ゲームセンターのコインを3枚ほど前につけるというこんな、顛末になってしまいましてですね、これでなんとか重心を合うようにしたんですが、それでもまだちょっと後ろが重い感じなんですが、ですからまあ重心を合わせるだけなら前に重りをもうちょっと追加すればいいんですが、そうするとですね 100g を超えてしまって、登録が必要になってしまうので、まあ、それはダメだと、どうしても 100g 以下に抑えなくてはいけないという趣旨で、やってます。で今回はですねモーターエルロンのサーボもこう両側につけたりとか、エレベーターのサーボもなるべく重心を前にするために、こんな位置についてます。で中は、まあ、ここにバッテリーが乗るんですけど、まあ、非常にその小さな送信機、受信機ですね、小さな受信機を使って持ってます。これはそのパークフライ用で、あんまり長距離はいけない、直線距離で 50m ぐらいまでですよという話です。ですがあんまり遠くまで飛ばすと、濃厚になってしまうので、まあ、近くで飛ばす必要があります。こういう後方にモーターがついているタイプを作ってみました。
失速するな。スピードがないと失速しますね。スピードが遅いと失速する。これで飛ばした結果ですね、飛んでその後着陸しようと思ってですね、モーターをオフにして着陸体勢に入るとですね、今度はこのモーターが逆にその抵抗になってしまってブレーキのような形になると。ですから着陸体勢に入ってモーターをオフにするとストンともういきなりストンと落ちてしまうというような状態になりました。多分これがそのむしろ抵抗になってブレーキがかかったような感じになるんだと思うんですけど、ですから着陸するときは地面につくまでモーターをちょっとは回しておくというような作業が必要になる感じですね。以上です。